名古屋競馬第8レースパドック情報をお伝えします。第8レースは冠協賛レース AKB48 厚みなの絆は永遠。こちらは AKB48 の前田敦子さんが卒業を発表し、一番仲が良かった高橋みなみさんとの絆は永遠ということをファン代表で訴えたいという思いから、亀島裕徳様よりご協賛いただきました。ありがとうございます。8レースはサラ系 C級9組、距離1400メートル10頭立ての競争です。レースは第8競争冠協賛 AKB48 厚波の絆には永遠競争、スターターが台上です。名古屋競馬第8競争です。冠協賛 AKB48 厚波の絆は永遠競争、1400メートル10頭立て。ここはもう圧倒的な支持を受けておりました。3連勝中の3番母の味付け。ゲートには順調です。最後はカリスマローレル。係員離れます。スタートしました。綺麗なスタート。10頭先行争いに入って、まず内から3番の母の味付けがぐんぐん行こうとしております。そして2番手の一線からは外からタップラン、そしてこの外をつきましてプレミアムみゆきも出ていきました。さあ先手を取りました母の味付け丸の勝と、外から9番プレミアムみゆきが2番手、3番手に8番シャビーシック、インコースは4番ソルシエール、第1コーナーをカーブ、あとは外からタップラン、そして内に6番のエクスペクト、1コーナー、あとは外の方から10番カリスマローレルと、内に5番のマイプレシャス、あと5馬身ぐらい切れました。2番のデュアルコア、3馬身差、最高峰は1番のガガであります。向こう上面直線コースへ出て、さあ逃げます。3番母の味付け丸の勝と、4分の3馬身から1馬身とリードを取っていきます。2番手グループ外をつきまして、今度はシャビーシック600を通過、食い下がって9番プレミアムミユキ、その後は4番のソルシエール、3コーナーをカーブ、あと6番のエクスペクト、そして10番カリスマローレルであります。前は400様式にかかりました。3番の母の味付け、そして外から食い下がるシャビーシック、2頭が3、4馬身離しました。3番手の位置に9番プレミアムミユキと、外から6番のエクスペクト、第4コーナー直線に向いてまいります。持ったまま3番の母の味付け丸の勝と、さあ直線リードを広げていく。2番手8番のシャビーシック、3番手3頭懸命にプレミアムみゆき、そして内の方からソルシールも突っ込んで、3番手争いは接戦、先頭母の味付け合理。3番の母の味付け4連勝、丸の勝つ特集、圧倒的支持に応えました。そして8番のシャビーシック、3番手争いからは6番エクスペクト、このグループに9番プレミアムミユキ、4番ソルシエルと、3番手は3頭固まっての入選。第8競争冠協賛 AKB48 厚みなの絆は永遠競争は1400m10 頭で争われました。強い競馬を見せました。先手を取るや3番母の味付け、先頭で直線、これに食い下がっていた8番のシャビーシックでしたが、直線は突き放されてしまいました。3番手の争いは中9番プレミアムミユキ、外から6番エクスペクト、内4番ソルシエール、3頭の争いから最後6番エクスペクト、3番母の味付け逃げ切りました。丸の勝特集、母の味付け4連勝。2着にも8番のシャビーシック、追い上げた最後6番のエクスペクト、3着入選。この一段には9番のプレミアムミユキ、最内4番のソルシエールなどが固まっておりました。第8競争勝ちました3番の母の味付け4連勝で通算6勝目、田中俊和厩舎の管理馬です。スウェプトオーバーボードの3区、オスの4歳馬、鞍上は丸の勝特集、丸の騎手5レースに続いて今日2勝目をマーク。第8競争、それではレース確定のご案内までもう少しお待ちください。